皆さんおはようございます。ユニタイムズの時間です。どうもこんにちは、ユニタイムズの時間です。はい、今日は207回ということで、始まりましたけど、またちょっとね間が空いてしまいましたけど、まあ、いろいろ事情があります。はい、まあ、いつものことですけども、はい、今日のですね、テーマはですね、心と体の存在目的とは何か。まあね、前回、ね、もう予告してた通りなんですけどね。はい、そうですね。はい。まあ、随分とちょっとこう、間が空いてしまいましたけども。はい。忘れた人もいるんちゃうかなってね。そうですよね。はい。まだまだ続きます。はい。ということで。じゃあ、まあ、今回は心と体の存在目的とか何か。はい。っていうね。はい、まあ結構硬い内容の、まあテーマかなとは思うんですけどもね。そうですね。存在目的。はい。はい。で、まあそんなことってあんまりみんな考えたこともまずないと思うんですよね。そうですね。まああって当然みたいな感じじゃないんですかね。まあ学校でも教えないだろうし。はい。で、まあ、強いて言うならば、まあ哲学の時間でもしかしたらちょろっとそれっぽいようなことが。まあ出てくるかもわかんないんですけども。ああ、確かに。はい。まああるいはもうね、そんなことを知ってとか、あるいはそんなことわかるわけないではないかっていうようなところの方が、まあ、一番多いのかもわかんないですけどもね。ああ、答えがないということですかね。そうですね。そんなものは見つかるわけないじゃないかっていうところでしょうかね。はい。まあところが、まあ、ユニタイムズプラスっていう中でね、はいはい。もう本当に本質を求める時代ということで、まあ、行ってみたいと思うわけなんですけども。はい。本当にそれこそまずね、結論的なっていうんでしょうか。もう、簡単に言えば、何か、心と体が存在している目的っていうのは一体何なのか。はい。はい。もう消える魔球でいきますからね。何なんですか。はい。そういうことでですね。はい。まあ、いわゆるこの愛の、完成であり、まあ、愛の実現であり、はい。そしてそれをこう地球規模で展開した、愛を中心とした理想世界の実現。はい。もうこのために、はい、我々の心と体っていうものは、まあ、あるんだっていうことなんですね。はあ。もう、はあとしか言えないというか、もう何のこっちゃっていう感じなんですね。もう、はあですけどもね。はい。はい、まあ、それをもう少し、こう、細かなことで、まあ言っていけばね。まあ最後は、はい、愛を中心とした理想世界っていうような、まあ話を、ちょっと地球規模とかいう感じで話しましたけどもね。ですけども、基本はやっぱり何かって言ったら、そんな地球規模っていうことではなくて、やっぱりこう、お隣さんっていうんでしょうかね。まずは、個人と個人のつながりの中での愛の実現。っていうことですよね。で、さらにそれがもうちょっとこう、具体的にいくと、やっぱりこう、愛に満ち溢れた家庭の実現。はい。まあそういったものがどん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 大きくなっていって、それが社会になり、国になり、そして世界になりっていうことなんですよね。最小単位は家庭ということですかね。家庭ということですね。はい、だから本当に今の世の中見てみたらね、そのもう愛のかけらを、この見るのが難しいっていうなのが現状じゃないかなと思うんですよ。愛のかけら。はい。愛のかけらさえも、見出すのが難しい世の中。これはもう、国と国との間を見てもね、本当に、日本と中国、あるいはもう日本と韓国っていう、まあそれだけじゃなくて、もうそれこそ中東なんか行ったら、このね、ドンパチドンパチやってるわけですよね、これね。確かにね。はい。もう、どこに愛があるか、みたいな感じですよ。まあ別にそんなね、なんかこう、大それた話しなくてもいいんですけども、もう家庭の中でもそうですよね。夫婦の間、親子の間、っていうね、もう本当にどこを見ても、もうどこにこの喜びや
希望や、未来があるんだろうかって、もう思わざるを得ないような。でも、おっちゃん、それはね、はいはい、いや、うちはあるで、とか、うんうん、いや、私のとこは大丈夫やで、っていう、言うっていうか、思ってる人は、うん、結構いるんじゃないですかね。まあ、確かにね、皆無というわけではないとは思うんだけれども、はい。だけども、本当にそうなんだろうかっていうこともあえて、まあ、言いたいなと思いますよね。あ、でも、本当って何かまず知らないと本当かどうかもわかんないんですよね。もちろんそうですよね。はい。で、まあ、気づいていないっていうことももう当然あるでしょうし。うん。まあ、そこでね、ちょっとこう、時間の許す限り、まず、その、今回のテーマっていうのは、心と体の存在目的とは何かっていう中で、まあ結論はお話ししましたけどね。はい。もう少しちょっとこの、じゃあ具体的に、今日の結論の内容っていうのが正しいのかどうか、って言ったことをね、ちょっと検証していけたらいいかなと思うんですね。うん、うん。で、まず、心、そして体。はい。っていう中で、まあ体が存在している目的、あるいは、体の求めているものは一体何なのか。うん。これをちょっとこうお話しして。そして、心。心が求めているものは何か。うん。そして心が存在している目的は何か。うん。はい。まあ、この辺のところをね、ちょっとこう明らかにしていければいいなと思うんですね。はい。そして、今のね、現代においては、この心とか体が、この求めているもの、これをわからない、そして、これを手に入れることができていない、あるいはこれに蓋をしている、そのことによっていろんなこの病が生まれてるっていうことも気づいていただきたいなと思うんですね。病、病気ってことね。はいはい。まあ、そっから生まれてくるいろんなこの弊害ですね。はい。うん。はい。まあ、そんなところで、まず、じゃあ、そのね、体が求めているものは、っていうことで、まあ、俗によく言われるのは、うん、衣食住性っていうものがね。ああ、本能ってやつですか？本能みたいなところでね、よく言われてるんですけれども。はい。で、まあ、本能といえば、動物にも本能っていうのがあるわけですけれども。はい。まあ、よく人間って、なんかこう、動物的な生き方をしてるとかっていう風な、まあ、表現が、時々こう出てくるわけですよ。はぁ、うん。で、それは、まあ、言葉を変えたら、本能的な生き方っていうんでしょうかね。あ、本能に任せて生きてるっていう感じですかね。はい。ところですけれどもね。はい。まあ、その辺のところをね、まあ、ちょっと話すと、まあ、いい食住性っていう中でね。で、体っていうのは、まあ、そういったことを求めてるんだけれども、まあ、それを心が求めてるというふうに、まあ、思ったりする人も、まあ、いると思うんですね。ああ、そうですね。はい。でも、決してそうではないんだ。よくよく見てみるとね。ほう、違うんですね。違うんですよね。で、はい、それを、まあ、今から見ていく前にね、ちょっとこの、少しだけと言いますか、結局、まあ、今、衣食住性っていう話をしましたけどもね。はい。で、それらを、まあ言ったら、求めている、手に入れようとしている。はい。で、それらを手に入れよう、求めようとしているっていうことは、それらを通じて、結局、満足を得たいと思ってるっていうことは理解してもらいたいんですね。まあ、いい服着て、いいもの食べて、うん、どこ住んで。うん。喜びたい。あ、そして、それがイコール幸せだって、っていう、まず考え方。うん、うん。ね、いいもの来た。うわぁ、幸せやな、うん、私、ね。毎日美味しいもの食べて、好きなもの食べて。うん。幸せやなぁ。なんかこう、立派なお家に住んで、幸せやなぁ。ってね。うん。で、好きな人と夜の交わり、幸せやなぁ。っていうね。うん。まあ、幸せを求めてるっていうのは理解してもらえるんじゃないかなと思うんですよ。うん、そうですね。はい。うん、ところが、本当にそうなんだろうかっていうこともね、もう一度ちょっと考えてもらいたいんですね。本当にそうなんだろう。はい。
幸せを求めてるっていうのは、きっと同意していただけるんじゃないかなと思うんですよ。はい。で、今言ったいい食住性みたいなものを手に入れるにはですね、やっぱり無一文ではなかなか難しいわけですよ。そうですね。うん、そのためにお金を稼いで。はい、うん。ですよね。もうごく一般的に言われてることですよね。はいはいはい。はい。だから、まあお金がないと、やっぱり欲しいものも買えないし、うんうん、食べたいものも食べれないし、うんうんうん、本当にそれこそ、住む家さえも持てないとかね。はい。まあそういうふうにもなっちゃうから、人々たちのやっぱり関心っていうのは、何が何でもさておいて、とにかく金儲け、うんうん、お金を稼がなくっちゃいけない。うんうんうん、まあ、ただそれを否定するつもりはないですけれどもね。うんうん、当然、その今言ったいい食住性、これを満たして幸せを得ようとするならば、やっぱりそのお金っていうものが必要になってくるわけですけれどもね。うんうん、されどっていうところで、まあね、もう少し突っ込んで考えていきたいなと思うんですね。うんうんはい、まあ、そんなところなんですけれども、実はまあ、ユニタイムズプラス。放送時間っていうのがあってね。はいはい。はい。もうこれ以上話し出すとというわけじゃない、あ、これ以上というよりもですね、これからまだまだもっとこう続いていきますので。はい。一旦今回は、ここまでっていうことにしてですね。おー、引っ張る感じですね。はい、ちょっと引っ張っていってですね。はい。はい、次に、このパート2。パート2、はい。はい。心と体の存在目的とは何か、パート2。はい。これちょっと行きたいなぁと思います。わかりました。はい。じゃあ、まあね、今日はちょっと、最後までは聞けなかったんですけど、まあ次回ね。次回も最後までかどうかわかんないですかね。そうですね、もし長引けばね、もっと引っ張るかもわかんないですけども。まだね、引っ張るかもわかんないですけど、はい。まあでも、とにかく、ちょっと今日はね、このあたりで、はい。終わりたいと思います。はい。はい、まあ、番組への感想とかね、あとおっちゃんへの質問とか、まあ、次回何話すねんとかっていう、それはまあちょっと置いといてもらいたいんですけど、まあ他の質問とかだったらね、いくらでも受け付けています。宛先は info@unimix.jp、info@unimix.jp までお願いします。はい。じゃあ、今回、207回、ユニタイムズ、この辺で終わりたいと思います。じゃあまた、皆さん、次回お会いしましょう。それじゃあ、さよなら。どうも、さよなら。